第1回思わず笑顔になる文章コンテストには総数なんと7891の作品をご応募いただきました。自然と、まあ、笑顔が出るだけじゃなくて心がですね温まる、まあ、そういうような作品集だったなというふうに思っています。伊田家常時殿以下同文です。おめでとうございます。優秀作品賞大手門学院大学国際教養学部2年伊田家常時さん。なんだこの国、なんだこの国。ネパールのカトマンズ国際空港に到着し、とてつもなく簡単に税関を抜け、本当に私のこと見えてるレベルで空港の外に出る。まず思ったのが暑い、うるさい。カッカンデリの太陽と同時に大量のタクシードライバーの勧誘。日本、日本、富士山は輝く笑顔でむちゃくちゃな日本語で話しかけてくる。本当に勧誘する気はあるのか。この国に訪れた理由は面白い国だと聞いたからだ。確かに面白いかも。街に着くと小さい屋台や店が軒を連ねていた。お、サングラスたくさん売ってる。レイバンやポリスといった高級品がたくさんある。これいくら。300円。は、なんだこの国。他の店にもたくさんのコピー品が売られている。そして彼らはそれらをコピー品と認める。うん、コピーというように気持ちが良いくらい正直だ。街の至る所にいる変な音が出る楽器を売りつけてくるハヌケおじさん。放置されたままの大量の配電線、数メートルおきにしている手作業の道路工事、道を歩くヤギ、突っ込みどころしかない国ネパール。帰国すると日本の堅苦しさがアホらしく見えた。300円のサングラス越しに。熊谷花子殿以下同文です。おめでとうございます。通天閣賞大手門学院大学心理学部1年生の熊谷花子さんにいただきました。超個人的な大阪の話。大阪というところは本当に面白いと思います。大阪の方々驚いた時にほんまやということが多いでしょう。私は今まで東海地方に住んでいたのですが、そのセリフテレビでしか聞いたことがなかったです。なので生で初めて聞いた時感激したんですよ。とだけ。あと他人にもかかわらずすごい話しかけてきますよね。この間スーパーでおじさんにビール買うんだったらな、このメーカーのこのビールがうまいねんと絡まれました。多分おじさんにとってめちゃくちゃ美味しかったんでしょうね。でも私まだ未成年です。ごめんねおじさん、20歳になったらそれ買います。他にもお店でご飯を食べていた時、突然隣からおばちゃんに話しかけられました。とにかく人との距離がとても近いですね。私は今まで人の関わりを避けるような生き方をしてましたから、大阪での生活がとても刺激的です。人と話すことが楽しいと思えるようになりました。すごい街です、大阪。これからもどうぞよろしくお願いします。小南赤明殿以下同文です。おめでとうございます。佳作大手門学院大学経営学部3年生の小南赤明さん。外国人の勘違い。この前道を歩いているとめっちゃ目を輝かせながら外国人がスカイツリーって叫
叫んでいました。けどそれ通天閣なんだけどね。